人せまるは日本の祭標船。当時は日本領だったカラフト向け下客船として1921年に建造された。日中戦争では陸軍病院船、太平洋戦争では海軍の特設砲艦建祭兵艦として徴用されたが戦没を免れた。本船は日本郵船が低新章命令航路として 運行中のカラフト航路を増強するため建造された。カラフト周辺は陶器に欠氷するため再氷機能を有する商船が必要であったが、本船以前に日本郵船が保有する再氷船は広崎丸一隻のみであった。本船の建造は1920年3月に計画され、横浜選挙へ発注、1二十一年四月十八日に浸水して、 チトセマルと命名された。費用は190万円を要した。採氷能力は約60センチメートルである。チトセマルは横浜港と大泊港を結ぶ変則的な航路に就航した。1923年に日本郵船の近海部門を分離した子会社の近海郵船が設立されると、チトセマルは近海郵船へ現物出資の形で選手を変えたが、 引き続き、カラフト航路に就航した。同年に、関東大震災が発生した際には救援活動に参加し、在日中国人避難のため横浜、神戸間を2航海、さらに神戸から上海と長崎港から上海の輸送も行った。1934年に、カラフト航路から鹿児島、長崎、大連航路へ移動した。1937年に、 日中戦争が勃発すると、千歳丸は同年8月3日付で日本陸軍に徴用され、笠戸選挙で病院船に改装された。船体は白色塗装され、赤十字標識や緑の縁取り船などを占じ、国際法規定の軍用病院船としての偽装を施されている。千歳丸には第33病院船衛生員が配属され、 1937年10月時点で、医長の軍医中意会員4人、長在員1人、衛生科士官1人、初期2人、区長6人、従軍官五副40人、指定2人が乗船していた。これらの衛生員の編成は2個パンに分かれていた。千とせまは、中国から日本本土への患者輸送に従事し、 1937年8月から1941年6月までの期間には48公開を行った。この間、1939年9月に合併のため近海優先から日本優先へ選手が戻っている。日米関係の悪化する中、千歳丸は1941年9月6日付で陸軍から徴用解除となり、代わって日本海軍によって、 船員を含まない裸要船の形で同日、徴用された。三菱重工業横浜選挙で特設艦船への改装工事を受け、特設奉艦県採表艦として収益した。日本海軍は正規の採表艦を大止まり一隻しか保有しなかったため、採評能力を有する本船は極めて貴重な戦力として扱われた。対戦前半は大港警備府。 1944年4月以降は、新編成の宗や防備隊に属し、紹介や、戦団護衛、宗や海峡の決氷状況観測などに従事した。レンドリース物資を運ぶソビエト連邦戦の臨検も実施している。1945年6月1日付で、特設運送管理類別変更された。本船は、1944年2月に、 輪っか内付近で座礁により損傷した以外に、戦時損害はなく、無事に終戦の日を迎えることができた。終戦時点で数少ない健在な日本艦船であった、シトセマルは、占領地などに取り残された、福井運兵、引上げ車の輸送に投入されることとなった。1945年10月から同年12月1日までは、引き続き海軍徴用の福井輸送艦、 1946年7月10日までは、第二福音省徴用船として、小笠原諸島、パラオ、台湾などからの引き上げ輸送に従事している。徴用解除後は、船舶運営開始要船として、函館港、東京湾間の物資輸送に使われたが、1946年12月に、カラフトからの引き上げが開始されると再び、引き上げ船として、猛火へ赴もむいた。 1949年8月まで引上げ任務に従事している。その後は、小樽、阪神定期航路や沖縄本島、阪神、東京湾定期航路に就航。1957年7月に北海道への航海を行った後、株式会社岡田組に売却され、同社の海南救助船となった。最終的に1961年に売却、解体された。 ありがとうございます。